各機関の皆様ご参加の皆様インターネットガバナンスフォーラム第18回年次総会の閉会式にようこそお越しくださいました司会を務めさせていただきますリビカと申します今回の IGF 京都2023を締めくくるイベントとしてマルチステークホルダーの代表の挨拶に先立ち 日本を代表するお寺の一つである清水寺の監修森誠範様より書道パフォーマンスと講話をいただきます森誠範様は1940年京都清水生まれ1963年大学卒業後 新福寺などまた大山寺などの住職を歴任されました1988年より清水寺の監視でいらっしゃいます森正畑様は毎年年末に公募で選ばれたその年を表す一文字の漢字を清水の舞台で記号されており日本の年末を飾る風物詩として日本で非常に広く知られています 本日は、IGF 京都2023を象徴する一文字の漢字を記号いただきます。それでは、森様、よろしくお願いいたします。それでは、森様、よろしくお願いいたします。 ただいまご紹介をいただきました清水寺の住職でございます一言ご挨拶を申し上げさせていただきます本日ここ京都にインターネットに関わる政府関係者技術者学者市民社会にとといったあらゆる立場の人たちが集まってこの度 インンターーネットガバナンスフォーラム京都2023年が政教理のうちに会議を終え閉会式を迎えられますことを熱く敬意を表する次第でございますただいまは「絆」という字を書かせていただきました絆という漢字は「糸」と「と「 「引きつなぐ」という意味の通じますところの「半」ということからできておりましてその「半」という字が音を表し「盤」となっております。元は馬の足をつなぐ紐つなぎ止める束縛するというあまり良くない印象の言葉のようにでありますが。 人と人とがしっかり結ぶ絆となりまして好ましい意味に捉えられるようになりました皆さん方も友情の絆あるいは夫婦の絆などとよく申しまして良い意味に使われておるかと思いますそれが最近大きく変わってまいりましたのは今から12年前のことでありますが 2011年3月11日東日本大震災が起こりました地震大津波それに原子力発電所の事故誠に未曾有の大災害でありましたこの時日本中の人があるいは世界中の人が被災地の人たちに寄り添い助け合い合おうということをいたしました その時「絆」という言葉が新聞にもテレビにもそしてインターネットにもあふれましたこの言葉が合言葉にいたしましたみんなが手を取り合って寄り添い助け合おうといたしましたある会社の調査によりますとこの年の新聞やインターネットなどにいろいろな記事と共に 絆というう言葉が使われまましたたのののは前の年の2倍になったそうであります私は毎年年末に日本漢字能力検定協会の募集によって決められておりますその年の象徴する漢字一字今年の漢字を清水寺で改定発表いたしておりますがその2011年の今年の漢字は 絆でであありりり私の予想する通りでありましたその時もう絆という言葉は先ほど申し上げました友情の絆とか夫婦の絆とかといった内う々ちうちの個人的な人と人との結びつきではなくてもっともっと広く世界中の人と人が結びつき心と心を通わせ 助け合っていく意味の絆という感じになることをさらに願っておるわけでございます。一人として絆から外れることなく、すべての人々が寄り添い、後押しする絆になったらと願う次第であります。それはまさにインターネットの素晴らしい働きに重なるものではないでしょうか。 この度の会議のメンテーマでありますあらゆる人の後押しをするためのインターネットでありますこの世のあらゆるものは縁によって成り立っていますこの世の生きているすべての命は周りの命によって支えられていますその支える一つの絆としてインターネットの働きに期待しさらなる ご発展を願う次第でございます。本日は国連主催になりますハエある本会議にお招きをいたしまし、誠にありがたく御礼を申し上げまして、ご挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。では森政犯幹事に再度大きな拍手をお願い申し上げます。 それでは、マルチステークホルダーの代表者から閉会のご挨拶をいただきたいと思います。まず最初に、渡辺宏一総務大臣政務官をお迎えいたします。渡辺大臣政務官、演台へどうぞ。 ご来賓、ご列席の皆様、こんばんは。総務副大臣の渡辺光一でございます。5日間にわたり開催されました IGF 京都会合も閉会となります。本フォーラムの開催にあたって長きにわたりご準備をいただき、 成功率に運営をいたただきました国際連合をはじめ国内外の IGF 関係者の皆様そして関係都市である京都の皆様に敬意を表したいと思いますまたホストホスト国の政府を代表いたしまして熱く御礼を申し上げますまたご参加いただきました各国政府国際機関 企業、技術者、学術研究者、市民社会、そして学生の皆様にも重ねてお礼を申し上げますこの5日間、世界中からオンラインを含め、約8000人の方々が参加され、約3000のセッションが開催されましたインターネットに関するさまざまな課題について、 幅広い関係者によって実りあるご議論がなされたなされましたことを喜ばしく思います。また、普段はなかなか接することのない方々と交流を深めて深められた方も多くいらっしゃると思います。えー、皆様この後再び世界各国に変えられるわけでありますが、この京都での交流が。 新たな刺激となりまた後々まで続く仲間としてのつながりとなることをです、ね、期待してやみませんインターネットは我々の日々の生活経済社会活動に不可欠なインフラですインターネットを取り巻く環境の目まぐるしい変化に合わせて本フォーラムにおける 議論もも変化を続けていいくものと思います例えば生成 AI は, AI はこの1年大きな話題となり本会合でも中心的な話題の一つとなりました IGF を通じたマルチステークホルダーアプローチによるより良いインターネットの実現に日本としても 貢献でできたものではないかと考えておりますまた来年も世界をリードする議論の場として IGF が受け継がれていくと確信しております最後になりますが皆様にはこの後一息ついていただきまして京都の街そして日本の文化や食事 おもてなしをご堪能いただきたいと思います5日間本当にお疲れ様でした以上をもちまして閉会のご挨拶をさせていただきます皆さん本当にありがとうございました Thank you very much, Mr. ありがとうございました では続きまして京都市長の角川大輔様にご挨拶をお願いいたします角川様どうぞ皆さんこんにちは京都市長の角川大輔です世界各国から多くの熱意あふれる 研究者の方、政府関係者の方お集まりいただきまして本当に活発な議論を重ねていただき京都から世界に発信していただきましたありがとうございますまた開催にご尽力賜ったすべての皆さんにご参加の皆さんに地元を代表して心から敬意を返し感謝申し上げますインターネット政策の中でも 最も重要なインンターーネットガバナンスフォーラム日本で初めてこの京都で開催していただけたこと私たちの誇りであります本フォーラムの中で生成 AI など先端技術またサイバーセキュリティなどさまざまな改善について活発に議論いただきましたこれを契機に十で開かれたインターネットの発展さらに 誰一人取り残さない SDGs の達成も含めたインターネット世界の構築に大きな役割を果たしていただけるものとを確信いたしておりますさて京都は千年を超えて日本の都でございました美しい自然さまざまな街並み誇るべき 景観がたくさんございますこれらはインターネットでもご覧いただきますけどもやはり直接これは見ていただくことが素晴らしいと思いますそしてこの春に東京にありました政府の文化庁が京都に全面的に移転し京都が150年ぶりに 日本のの文化の都になりましたそこでは例えば食文化推進本部あるいは文化と観光推進本部ということが立ち上がりまして京都から全国に世界に文化で日本中を元気に文化で世界の人々の幸せと平和に貢献する。 そんな取りり組みが始ままっております京都は観光でも世界的に高い評価をいていますが私は京都の最大の魅力は文化とそしてものづくりさらにイノベーションだと思います例えば千年を超えて大事にされてきたものづくり 陶磁器それがセラミックになりそしてコンデンサーになっています例えば印刷や染め物が盛んでありますその印刷技術などが半導体製造装置になっておりますあるいは千年前に仏教を理解していただこうと書かれた ギガ絵巻これが世界の漫画のアニメの原点でありますさらには花札トランプ人々に楽しんでいただこうとこの会社が世界一のゲームメーカー任天堂でございますあるいはお酒 このお酒の技術がバイオテクノロジーに発展しております。私はバイオテクノロジーの発展のためにと毎日お酒を飲んでおります。皆さんもぜひバイオテクノロジーのためにお酒を飲みましょう。はい、ありがとうございます。これらは インターネットでは味わいませんのでぜひよろしくお願いします私どもはインターネットの技術もしっかりと生かしながらものづくりそしてものづくりからイノベーションを起こしていく京都は大学の街学生さんの街であります人口の1割以上が学生さんでありそして 36の市内に大学があり、1万5千人を超え、15万人を超える学生が学んでおります。世界から留学生がお越しになり、留学生の数はこの7年間で1.6倍に1万5千人近くになってきました。このような京都の魅力も感じていただける機会にしていただきたいと思います。な、ま、お、あ。 インターネットでも京都の魅力は感じられますのでどうぞお帰りになられてもネットで京都の最新情報を感じていただきよろしくお願いします京都は京都に5回以上来たという人が約半分です10回以上来たという人がたくさんおられます 南東京都に来ても新たな魅力が発見できるまさに皆さんのパートナーのような街でありますどうぞこれからもよろしくお願いします皆さん方のますますの宮坂をご通じして挨拶をさせていただきますありがとうございますミスター門川ミスター門川 Thank you very much 門川秘書どうもありがとうございました では次にテレジーニャ・アルベルス・ブリト様ブラジルの CGLVR の有数フェローの代表の方をお招きしますこんにちは大臣の皆さん 渡辺光一大臣政務官そして皆さんの皆さんご参加の皆さんこうやって最終日にお話ができて大変嬉しく思います。 日本の時間帯で、えー、その多分最後のその多分ユースとして喋るというふうに思いますけれども、ブラジルのアマゾンの地域から参りました。またユースプログラムのフェローとしてブラジルのインターネットコミュニティのメンバーであります。このポジションでなければ、私自分のお金だけでは来れなかったというふうに思っています。 なののででイニシアティブの価値についいいてここで付言したいと思います IGF の最後になりますけれどもここでさらに分かったのはさらに私たちのこの時代における課題にもっと力を注いで解決していかなければいけない我々が望むインターネットあらゆる人を後押しするためのインターネットというテーマでありますけれどもこれはまさに喫緊の課題であります。 とはいえ十分な多様なステークホルダーの参加は IGF には見られませんでしたまた観点においても多様性は欠けていたと思いますですのでここはもっとよくしなければいけないと思います IGF やインターネットガバナンスにおいての多様性は重要ですまた私たちのディスカッションはやはり多様性を価値を置いて行うということが重要だと思いますですので より意味あるマルチ・ステークホルダーリズムを実践するためにはさらなるジェンダー・ダイバーシティや人種そして社会クラスそれから文化やあるいはさまざまな多様性を持った人が参加する必要があるというふうに思っています。これがまさにインターネット・アガバナンスの重要性の源だというふうに思っています。でなければ 私たちが必要なものは得られないというふうに思いますそれが1つ目それから2つ目ですけども自由でオープンで包摂的なインターネットはもしも気候変動に対して あるいはそのインパクトを最小限化することなく達成することはできません。気候変動に対応するというのは脆弱なコミュニティを守ることでも重要です。特に子どもやユースやグローバルサウスを守るためには重要です。彼らがうちや伝統を失ってしまわないようにしなければいけません。今ブラジルで大災害が起こっておりますけれどもそれは干ばつやそれから嵐がいっぺんにやってきたことで発生しています。私たちは バーチャルの環境において何かが出たとしても実際の例えばアマゾンの熱帯雨林などがなくなってしまったらそれをバーチャルで取り返しても意味がないのです。私たちは子どもそれかからら我々がこの議論から ままだ取りり残されれてていいるととうことを忘れてはなりません2022年でも26億人の人たちがインターネットにつながっていないあるいは有意義なコネクティビティが得られていないわけですので各国としてそれからグローバルのガバナンスコミュニティとしてもこれに対して対策が必要です。どうやってこの問題を解決するのか。これは経済社会 の不平等が平等等がににになるためには非常に重要だとと思うからですユースとして私たちは昨日のヘリテージを守ってはいきますけれどもしかしながら同じように原因と同じように解決策を皆さんと同じように考えることなく解決策は生まれないというふうに思っています。それも申し上げたいと思います。そして最後にですけれどもグローバルユースのコミュニティの皆さん。 私たちが望むインターネットは私たちに与えられていません私たちは作らなければいけません自分の手で私たちはここにいるだけではならないわけですどうもありがとうございましたありがとうございました次に 南アフリカ国民議会監視情報通信委員会議長セドリック・フローリック氏に発言をお願いいたしますフローリック議長お願いいたしますプログラムディレクター閣下議会のメンバーの方々多くのユースの方々女性 LGBTQI+, の代表者の方々、ご参加の皆様、まず、今回主催いただきましたホスト国に関しては申し上げます。また、この5日間にわたりますおもてなしに関しては申し上げます。おかげさまで、さまざまな重要な問題に関しましての議論ができました。AI に関しましてもそうです。 また、本当に有益な議論ができたと思います。グローバルのトレンドに関しましてもそうですし、また将来に向けた議論もできました。AI の将来に関しましてディスカッションです。まず、開会式においては、日本の岸田首相が、生文国が行っています取り組みに関しましてご紹介いただきました。広島 AI プロセスに関してです。そして 特に我々はこの重要な進展というものを分析し評価し国際的なガイドラインそして指針というものができるということを期待いたしますこの取り組みは大変重要ですまた必要でもあります一方で議会のメンバーとして南アフリカの議会のメンバーとして 新しいデジタルガバナンスの分断に対して対応する必要があります G7 そして G7 以外の国々においての分断です特に議会のトラックにおいては多くの議員の方々の参加がありました G7 の諸国もそうですしそれ以外の政府ステークホルダーブリックス諸国からもこの重要なディスカッションに参加することができたと思いますデジタルデバイド そして特にアフリカにおいてこのような問題は存在しておりますしまた AI の帝国主義というものを予防する必要がありますそこでマルチラテラルのフォーラム IGF のようなものを積極的に利用しそして共同的なプラットフォームとして人類の共通の善のために協力するべきです。我々は法制的である このようなフォーラムでさまざまな人工的な地理的な多様性を含みます参加者の方々を包摂しそしてまたユース女性またアジェンダーに関します議論の主流化ということも行っていきたいと思いますまたインターパーラメンタリーコミュニティでは世界の多くの議会が参加をしておりますパーラメンタリードラッグにおいてはオープンなディスカッションができましたまた正直に 議会が果たす役割に関しましての議論もできました私たちの望むインターネットに関しましてですでこのようなディスカッションの中で規制のニーズだけではなく実際に、えー、議会、えー、議員というものは法律を作る責任を負っていますしまた一方で国のおお利益、えー、と多いものを保護する必要もあるという。 お話にもなりましたまた我々が何をどのようになぜ規制したいのかを明確化するべきだそしてそのような規制から誰が恩恵を受けるのかということを考える必要があるとそれはすなわち国民であるということです。国民が悪意を,をから保護するそして、えー、プライバシーも守る必要があります。そこでバランスを取る必要があります。規制と テクノロジーの利用そのインパクトの間でブランバランスを取るということとそしての間でに関しましてですその規制というものが新しいテクノロジーの開発の阻害になってはいけませんそういった意味において議会の代表者として適切な法制度を作るためのフレームワークというものを設けそして プライバシーと国民の権利を守ることが必要です。今監視が行われています。プライバシーに関しましても侵害されています。それ以外にも心配をするような観光が見られます。我々は国民のために議会としての役割を果たすべき点がたくさんあると思います。そして透明性をもって説明責任をもって法制性を持ってこのような 協議とといいいうものを進めていきたいと思いますそして国際的な協力、共同国民が理解できるような言語でそれを伝えるということも重要になりますしまた規範だとか基準の推進これは政治家側の話になります。またあらゆるステークホルダーをこういった競合に 競技に参加させ今後の AI を感じるべきだ考えるべきだと思います AI というのはこれは存亡の危機ということではありません。ですけれども気候変動によります自然災害というものが今現在の人類への大きな脅威になっているわけです。なのでテクノロジーを使ってそれ以外のこともそうですが気候変動の 静岡自然災害の予測に役立てるそしてパンデミックを予防するまたユニバーサルヘルスケアを推進するジェンダーの主流化というものをあらゆるプロセスに実現するそしてデジタルテラシーを改善するということに活かせればと思っています最後に重要なアフリカの言葉の引用になりますもし我々が早くどっかに行きたいのであれば一人で行きなさいもし 遠くに行きたいと遠くに行きたい場合は皆多くの人と一緒に行きなさい誰も取り残さないようにご清聴ありがとうございました,あり,ましたありがとうございましたフロリック議長では次にマハッシュ・カサールさん楽天シンフォニーの上級副社長にご挨拶をお願いしますではカサールさんどうぞ <Thank> you. ありがとうございます。国連事務次長、そして国連の総会の事務次長の皆さん、そして総務省の皆さん、そして京都の皆さん、大臣の皆さん、そしてこのフォーラムの参加者の皆さん、こんにちは。この5日間 私たちさまざまなフォーラムでいろいろとディスカッションしてきましたけれどもインターネットガバナンスのトピックでありましたただもう一つディスカッションの側面についてお話をしたいと思います過去5日間私たちは何をしてきたか過去2011年にインターネットは国連によって主要となるツールであると人権を可能にしてそして人々が自分たちの 表現の自由を実行して、そして意見を自由に表現するツールとなると定めました。そこで、世界で最大のインターネットプレイヤーがインターネットコ,ビコネクティビティを安価なものにし、アクセス可能にすることを求めました。とはいえ、まだ何十億人の人たちがまだつながっていません。レジナメンションさん、レジナさんがおっしゃったように、えー、インターネットはアクセス可能で、包摂性のあるものでなくてはなりません。 しかしながらまだ何十億の子どもたちがインターネットにアクセスがお家からできない状態なのです。インターネットアクセスの欠如によりまして個々の子どもたちの成長が遅れます。そしてまた人間の発展も遅れてしまいます。ですので我々産業として 何かこれに対して対応しなければならないと思います私の会社楽天でありますけれどもそのミッションは常にこの楽天が設立されてからですけれども社会をエンパワーするというものでしたコネクティビティがまさに人の能力を解放するツールであると考えています私たちはですから全ての人にアクセスを提供したいのです楽天モバイルをローンチして以来 民主化をしようとグローバルなテレコム産業の民主化をしてそしてこのような変化をもたらそうと努力をしてきました。私は楽天チームの一員として変化をもたらしイノベーションをもたらしそして世界中のテレコムの業界の中でバーチャル化されたオープンラインのテクノロジーを展開してきました。こういっった形で持って どどんどんと協力をしてきたわけです政府ともそれから規制当局ともそして各社とも一緒になってオープンエンドテクノロジーでもって多様性をもたらしそしてエコシステムが コストを効果的コスト効率のいいそのインターネットのアクセスを安くするような活動を共に続けてきました。それによってつながってない人たちをつなげてきました。今後ともそうしていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。では次に。 カリブ電気通信連合事務局長のロドニー・テイラー氏にご挨拶をお願いいたしますお願いいたします皆様、こんばんはこのような機会をいただきまして光栄に思います2017年に インターネットソサイティのマルチステークホルダーの会合をキックオフ行いました。そして、IGF のディスカッションにも参加いたしました。様まな未来に関しましてです。そもそもインターネットガバナンスは何かというような議論を行いました。そして、二人の方々、一人はバネダ・ルイスさん。今現在、コモンワールドテレコムオーガニゼーション、CTUO の 事務局長でいらっしゃいます CTU の初めての女性の事務局長になりますで彼女は c t o において120年の歴史において初めての女性の事務局長になったわけですが彼女のリーダーシップのもと2005年の IGF の会合がカリカで行われましたそして 2024年に20周年を迎えることになります。毎回このようなことを申しております。我々はこの事実を大変誇りに思っております。IGF の創設というものはポリシーフレームワークとして、加盟国に対しましてインターネット政策に関しますフレームワークを提供する場であります。具体的な将来的なインターネットの を協力に関しまして IGF においては IGF プラスというようなディスカッションも行われております。またもう一人、アラン・エムティッチさんです。1989年に世界の初めてのサーチエンジン、アーチを作りました。そうすることで彼はさまざまなパブリックサーチで利用されております。テクノロジーを開発いたしました。アランさんは インンンターーネットソイティのファンディングメンバ一人でもありますそして2017年にはインターネットの殿堂にも選ばれました当時彼が何をしているのか理解されていませんでしたですけれども世界中を渡航してティン・バースニー、ビーン・サーフそしてジョン・ポステルと彼は出会いました <laughs> 大変 このグローバルの課題に対しまして、ソリューションというものは、さまざまな視点を統合すること、その専門性を統合することから生まれると考えられます。それは CTO でもそうですし、我々の当初の国においても、デジタルガバナンスの領域において、またデジタル外交に関しましても、共同した取り組みを行っています。i c a n ITU、グローバルデジタルコンパクトに関しましても、 我々は地域として統合した取り組みを行っております。また国際会議を党所得国で開催する予定にしております。2024年5月アンティガ で行いますで本日も IGF でオープンフォーラムを行いました GDC に関しましてですそして将来のインターネットガバナンスに関しましての課題に関しまして議論をいたしました何が我々のような小国において機能するのか何がうまくいかないいいかないのかということに関しましても議論を行いましたある国がその国そのサイズに応じた視点というのを持っていますマルチテイクホルダイズムというものに関しましても これにに参加するためには意味がある参加するためにはたくさんのリソースが必要になります昨日のリーダーシップパドルにおいても NRI のリソースの強化だとか NRI の取り組みの統合というようなことが議論になりました我々のような小国においてもステークホルダーグループに対しまして大きな貢献ができるということができると思っておりますグローバルデジタルコンパクトが まとめられそしてウ e c e スのプラス20のプロセスも実行されておりますけれども今現在の IGF のプラットフォームというのはパーフェクトではありませんが我々の声を届けるためにお互いに学ぶために大変重要な議論の場であります。サイイイババーシャキュリティののの課題デデジタルデバイト多様性子どものオンラインラでの保護規制 そして AI のリスク等に関しまして今後も様々な課題に関しまして議論していく必要があります IGF は私たちのどのイン,インターネットのために今後も協議を続けていくべきだと思いますこの度は日本国の皆様に関しましては大変素晴らしい会社各会議の運営をいただきましてまたそのおもとなしに関感謝を申し上げます私は20年前に日本を参りましたそして JICA を通しまして日本とはたくさんの協力を受けておりますまた、えー、このまあをかりましてそういった意味での日本に対します感謝も申し上げたいと思いますはい以上ですありがとうございましたえでは次にシルビア・カレーナさんです AP ニック財団のアクティング CEO でいらっしゃいます。お願いいたします。皆さん、こんばんは。シリエカリーナと申します。AP ニック財団のアクティング CEO です。皆様とお話をできることを大変光栄に思います。テクニカルコミュニティを代表しております。まず 日本国政府に感謝申し上げます総務省の皆様にも感謝を申し上げます渡辺さん吉田さん飯田さんそしてチームの皆様に感謝申し上げます我々は彼らのその貢献に関しまして感謝申し上げます IGF のレガシーというものは今回の日本のコミュニティの方々の貢献もありまして 多くの進展型と思いますテクニカルコミュニティは機能といたしまして総合運用が可能なインターネットを開発するための重要な役割を持っております。プロトコルの開発だとかユニークアイ ID の管理だとかストラクチャーのマネジメントだとかレジリエントで安定した運用ができるということが必要になります。でそれが インターネットが今後未来に向けまして進化していく中で重要になってまいります。これはコロナの,ロナの危機においてもインターネットに役割は再認識されております。IGF におきますマルチステークホルダーの会合のモデル、多くのステークホルダーというものを会合に参加させ、そしてこのプロセス、そして IGF の機関に対しますサポートというものを呼びかけたいと思います。グローバルコミュニティとりまして、 インターネットの健全性というのは極めて自由ですテクニカルコミュニティでは様々なステークホルダーのアライメントを求めておりますそして積極的なコラボレーションを要請しております最近のアフリカインターネットサメットにおいて地域のインターネットの開発に関しまして 我々のサポートを表明しておりますしまたキャパシティビルディングの資金提供に関しましても表明をしておりますそういった意味において IGF の皆様には最近素晴らしい貢献をいただきましたり感謝を申し上げますミャンマーそれからパキスタンマレーシアにおいても今週 IGF の方からさまざまなイニシアティブを展開しておりますこれは、えー、市民 市民社会組織の参画を行ううということになります今後もデジタル協力のセッションにおいても市民社会の方々の参加というものの重要性というものを強調したいと思います。より積極的なエンゲージメントテクニカルコミュニティに関しましてもそうです。我々の責任範囲 そしてまたさまざまな政策のディスカッションに関しまして特にインターネットガバナンスに関係いたします政策的な議論に関しましても我々というコミュニティが参加するべきだと思いますそしてまた政治家というものを避けるべきだと思いますさまざまな技術的な協力自主的な協力これは、えー、自由な、えー、アーキテクャのために極めて自由ですで個人的に IGF に関しまして もう20年にりりままししてて関与しております。私のキャリアの中でもマルチステックホルダーアドバイザーグループのチェアとなりましたのは私のキャリアの中でも最も重要な時期だったと思います。そのようなユニークな機会をいただきまして感謝を申し上げます。いろんな 皆様の意見を聞くことで私自身の視点も広がりましたしまた多くの方々とのネットワークもできました今後もインターネットの開発のために貢献を続けていきたいと思います皆様にも同じ貢献をお願いしたいと思いますありがとうございましたカデナさんどうもありがとうございましたでは次に国連総会議長のデニス・フランシス様の動画 ビデオメッセージをごご紹介ししますリム総長かっそしてご連席の皆さん急速に進化する今日のデジタル環境におきましてテクノロジーは私たちに大きなチャンスと同時に大きな課題をももたらしています世界のより良き進歩の力となる一方でオンラインとオフラインの両方で 壊滅的な被害をもたらし得ます最終的にはテクノロジーの利用において微妙かつ現実的なバランスをどのように取るかという決定はその最終的な消費者である私たちの手に委ねられていますあらゆる人を後押しする上での優先順位はデジタルデバイドを解消し必要な場所にガードレールを設けることであるべきです。 テクノロジーの持つものと持たざるものとの間の格差の拡大は常に最も手ごわい課題の一つです。実際のところテクノロジーにアクセスできるそのコストが払えるという状況というのは既存の格差によってさらにその格差が開いています。 インターネットを利用している女性は全体の57%にすぎませんそして中低諸国では11億もの女性がモバイルイルンターネットを利用で,きていませんでも一方でインターネット上では女性が直面するセクハラや中傷やヘイトスピーチは男性に比べて27倍も多いという事実には本当に落胆させられます。 デジタルデバイドのみならず誤情報偽情報ひどいデマこういったものがネット上で伸びのように広がって紛争や大規模な残虐行為を煽って壊滅的な結果を招いていてます皆さんインターネットは無法地帯であってはなりません。 厳格なインターネット規制の枠組みはデジタルアカウンタビリティの執行のために不可欠なものですその枠組みは政府や民間セクター国際機関市民社会組織をも含む全ての利害関係者との緊密な協力のもとに策定されるべきものです私はデジタルコンパクトがデジタル分野での協力を促進するユニークな機会となると確信しております そして AI や技術移転人権といった新技術が持続可能な開発のための2030アジェンダの実施に貢献してくれるとも思っております私たちの望みを達成するためにはデータガバナンスの徹底的なオーバーホールとユーザーや意思決定者との間でのデータリテラシーの促進が必要です私たちには を分野横断的な利害関係者が一同に関するこのようなイベントがもっともっと必要ですこのようなイニシアチブを先駆けて実施してくださった日本政府にそれゆえ心から感謝いたします変化のスピードが早く取り巻く環境が 変化していく中で私たちはそれについていくだけでいいというわけではありません。よって私はこの場で議論が行われたことを心が歓迎し参加者の皆様方がそれを具体的に行動で示してくださることをお願いしたいと思います。そそれががが議論が身を結ぶことととにになると思いいまますありがとうござししたそして次に ジュンファアリー国連経済社会局事務次長のビデオメッセージをご紹介します来日の皆さん大臣の皆さんご参加の皆様、こんにちはこの5日間は集中的で刺激的でやりがいのあるものだったと思います 私はそれをこの目で確かめることができ大変うれしく思っています。また第18回インターネットガバナンスフォーラムの閉会式にこういう形で参加でき大変うれしく思っております。あらゆる物差しで測っても京都 IGF は記録的なものでありました。8,500人を超える登録者参加者が世界の大陸の5つから175カ国から集まっているからであります。会議には 100人以上の大臣国会議員最高経営責任者そして女性や若者を含む多様なコミュニティを代表するあらゆるレベルの何千人もの関係者が参加してくださいました160以上の国地域ユース IGF イニシアティブと35の IGF リモートハブによりまして 数千人ではないにしてもさらに数百人のオンラインの参加者がこのフォーラムに貢献できたということも申し上げますしかし数字だけでは十分ではありませんこういった数字から重要な成果や洞察や重要なメッセージさらには前向きな考え方や行動や政策が浮かび合っているそれこそが重要なことですいかなる重要な成果があったのか皆さんとちょっと振り返ってみましょうまず 京都 IGF メッセージですそして2番目に第18回 IGF のサマリーレポートです第3に IGF 議会ドラッググローバルユースサミットなどの成果文書ですそして4つ目が300を超える洞察が含まれたセッションレポートです皆さんがまとめてくださいました私は皆さんの自国の有権者や政府や 地域社会や組織を通じてこういった結果を行動に移すように強く求めるものであります。ご列席の皆さん。過去18巻のじゃ、18年間の igf の旅はその特徴であるボトムアップで包摂的なマルチステークホルダーの参加というプロセスのおかげで、本当に目を見張るようなものでありました。今後2年間は？ 大変重要な2年間になります YCIS プラス20で IGF のマンデートが国連総会でレビューされることを控えているからです開会式で私が皆さんに提示しました3つの質問を再度ご紹介しますまず私たちはマンデートと目的を果たしていたのでしょうか第2にインターネットはどのようにして SDGs の達成をより適切にサポートして加速させることができるでしょうか そして3番目に IGF がグローバルデジタルコンパクトと未来サミットの準備とフォローアップの両方を最大限にサポートするにはどうしたらいいでしょうか今週ここで私たちが力を合わせて取り組んだこと,とを目の当たりにして IGF がその意図した目標を実際に達成していると私は確信しています。に さらに多くのことを実行しましまょうより多くの国をエンパワーして包摂的で平等なデジタルの未来を全ての人にもたらし機会を最大限にそしてリスクを管理するためにですここ京都から参加された皆さん本当にありがとうございますそしてバーチャルに参加された皆さんも本当にありがとうございました最後になりましたが国連を代表してホスト国 日本政府の寛大なおもてなしに対して改めて多大な感謝の意を示します本当にありがとうございましたこれからは京都からリアドに向けて次回の主催国サウジアラビア王国への支援を拡大していきます国連経済社会局 UN DESA は 皆様を全面的にサポートする用意ができております。さよなら京都。そして来年リアドでお目にかかりましょう。それでは最後にサウジアラビア政府から IGF 2024年のビデオが届いておりますのでご覧ください。 赤ん坊の鳴き声からインターネットを通じたコミュニケーションに至るまでコミュニケーションは人間にとっての主要な営みですコミュニケーションは私たちの生活のほとんどあらゆる場面の一部となっていますインターネットは人々に無限のコミュニケーション空間を提供し誰もが創造性インスピレーション学習への好奇心を探求できる機会を手にしていますインターネットは対照的な意図を結びつけ 人と人との距離を縮め記憶に残る究極の体験を形作りますしかしインターネットの先には何が待っているのでしょうかインターネットは希望を駆り立てることができ人々が創造的なエネルギーを現実に変えるようなより可能性のある明日への夢を抱かせることができますインターネットのさまざまな可能性は私たちの手の届くところにありますこれは未来の世代のために今日の遺産を形成する挙動的な取り組みへの招待状です サウジアラビア王国は両手を広げてリアドで開催されるインターネットガバナンスフォーラムに千二十四年に世界を歓迎いたします。皆様、閉会式も終わりに近づいてまいりました。国際連合と日本政府を代表し。 ご出席の皆様の積極的なご参加と生産的な意見交換に感謝を申し上げますお帰りになる前にお忘れ物がないかご確認くださいまたお帰りの際には使用済みのレシーバーを必ず出入口の係員にお渡しくださいご協力ありがとうございますまた IGF 2024年でお会いしましょう